こちらから参拝することはできません。どうぞ。黒い布がね、わかんないかな、かぶさったりしてんの、でこんな感じで、はい、こちら側までお願いします。はい、ご参拝しているくださいこちらまでお願いします。こちら側までお願いします。こちら側からお願いします。はい、どんな向こうまで参考列車を乗ります。大変な人の列となっております。人がいますね、どうもどうも。記者会見の会場がですね、この参拝を待つ人の列の向こう側にあるので、列が切れるまで交代しなければ反対側に行けないんですが、やっとで、ね、なくなりました。この外側の大通りのところまで参拝を待つ人の列が続いております。大変な人の数ですね。はい、はい、どうも、皆様です。8月15日の靖国神社に来ております。大変な人でですね、大変な人です。はい、非常に暑いで、ここは靖国神社のこの外側の鳥居ですね、今の外におります。これが外側の鳥居、この屋根があるところの向こうに内側の鳥居があるんですね。内宮でというんでしょうか、はい、の外側の鳥居のところまですでに参拝の列が来ております。大変な人です。そして暑いです。神社の境内では実はかき氷とか売っていたりして、まあちょっと気が利いてる感じなんですけどね。でなんか右翼団体の人なんでしょうか、なんか旗立てた人もいます。で団体の人じゃなくてもなんか日本の旗持った人というのは結構来てるんですけどね。これは団体の人です、で8月15日の靖国って言いますと、なんかそういう団体の人がいっぱいいてですね、楽しいんじゃないかなんていうイメージがあったりするわけですけども、ほとんどの参拝者の方はなんていうのか、ただの普通の人のような感じで、時々旗持った人が、時々ってもどうなんだろう、100人に1人もいない感じですね、旗持った人。なんか旗の先に、の棒の先に黄色のがついてるの、黒いので覆ってる人がいたりして、まあ、いない人も、旗持ってる人もいるんですが、みんなが団体ってわけでもなさそう。あちらの方は団体の方ですね。はい。だから先ほど、内宮の方、報道陣を撮影してて、から撮影していたら、あの団体の方々が力入ってきて、何をするんだろうと思ったら、君が歌ったり、海とか歌ったりとかいうことをしてます。終わりからまた出てきました。その後なんか警備の人が、いや、あっから入らずにそのまま学んでくださいって言って、あ、やっぱダメだったんだみたいな感じになっていましたけども、まあそういうこともあったりするんですが、なんか話に聞いているほど想像しくないから、これから想像しくなるのかもしれない。まあ、そんな感じです。ただ、まあ、当たり前っちゃ当たり前ですけど、暑いですね、非常に暑いです、はい、ね。まあ、神社の境内、機動隊はちょっとここに来るまでの間にちょっといたんですけども、出勤感だなっていう人も結構います、はい。まあ、いろんな団体といろんな人が来る日ですからね、そういう意味でね、警戒も強くなるのは仕方ないあれは右翼の人の車ですかね、があったりします。はい。ですから、その旗も実は旗、なんかの団体の人ってのは思ったほど多くないんだな、という感じで、はい。8月15日の靖国神社、まだお昼前ですね。
はい。